中山エミリ女優、中山エミリ45が25日、フジテレビ系ポカポカ月金曜前 11.50 に出演。夫でライフセーバーで俳優飯沼誠二49との出会いを語った。トークで共演者に誘われたことあるっぽいと聞かれ、誰も誘ってくださらなくて、よく聞くんですけど、そういうお誘いをいただいたことがなくて、未だに仲いいのは内山信二くらいで、彼は気さくに声をかけてくれて未だに仲いいんですけど、どうやって仲良くなるんですか、芸能界のキラキラしたの憧れるんですけどと答えた。一方で2010年に結婚した夫との出会いについては、夫は2時間ドラマで出会いましたと告白、撮影中は普通に過ごしていたんですけどと振り返り、撮影を全て終えた後によく行っていた中華料理店の上に住んでいて、今度来る時に連絡してよと言われて、それから仲良くなったのでと明かしていた。